はい、藤井皿駅からまっすぐ来ますとね、この道出ますよ。藤井皿南小の横をまだまっすぐ抜けます。信号まだまっすぐ行きます、これね。ちょっと左に曲がってますけどね。ほんで辻がね、これ1本目でしょ、これが1本目。2本目。3本目、4本目やな。4本目、これ右ですわ、4本目右。それからこれ左、そうするとど真ん中に入る。これでございます。板書5本、ロータリー5本ってみんな言ってたけどね。高さやっぱ3メーターぐらいありますね、これ。まあ、一回U ターンして回ってみましょうかね、くるっと。おお、桜の木が。何にもないか、これ。何にもないんでございます。標識が、あ、ここ当たった。そしてどっち行くやったっけ、これ左行け。はい、左行ってみましょう。これ王将かな、目の前は王将でございます。右、珍しい古墳でございます。ロータリー古墳、藤井皿市青山2丁目のロータリー古墳でございます。はい、これね、あら、万象山古墳でございます。入ったらあかんらしいんだけどね。英墳で直径22メーター高さが3メーターぐらいあるかね。まあ珍しいんですけどね、こんなロータリーの中でね。昔聞いた話によると、これもっと大きかったんじゃないかという話聞いたことあるんだけどね。この横までぐらいあったんじゃないかって、大きさがね。こんな変えないかね。万象古墳。現在じゃ、わかりませんね。この地図ではもうさっぱりわかりませんね。これね、みんな桜は、桜の木がいっぱいあるんだけど。はい、ロータリー古墳でございます。かなり前はね、中はみんな入れる言うて言うさったんやけどね、今入りませんわ。この横に175外館通っとんだけどね。どっか外館、この横外館なんだけど、そのそれを挟んで応神天皇陵があるんやけどね。見えるかね。ああ、見えるね。いや、見えますわ、これ。これが日本ナンバー2番目に大きいね、応神天皇陵。全体が見えんか。見えないな。昔々、何年ぐらい前やろな。40年ほど前か。ここだ。英墳でございますけどね。
調査されてないんでね、わからないらしいけどね。ロータリーコフンでございます。珍しいんですけどね、ロータリーコフンは。もう一回見ましょうか、これ看板を。糞長が22メーター。昔の話によると、ここからね、こういう感じで前方後円じゃないかいう話をね、こちらの方がね、棒があったらしいんですね、こちらの方にね。ちょっとわからんけど。はい、ありがとうございました。万象山古墳でございました。みんな万象古墳って言うんやけどね、ロータリー古墳って言うんやけどね。ロータリー古墳ってみんな言うてましたけど、どうなんでしょうね。